幻想水古伝2第7話ロックアックス。マチルダ騎士団がハイランドに降伏した？本当なの、シュー？はい、リオだろ。ハイランドは我々がグリーンヒルを奪回している隙をついて全軍を出して騎士団の城ロックアックスへ進軍。今後は自治権は騎士団に残し共同戦線を張るそうです。これで王国軍はマチルダ騎士団を合わせ6万の兵力となりました。対する我が新同盟軍は2万余り。その差3倍か。きついな。都市同盟の防衛線として建てられたはずの騎士団がハイランドに寝返るとは。ゴルドーのやつ、どこまで腐り切ってしまったのだ。落ち着け、マイクロトフ。ですが私はハイランドが力ずくで騎士団を手に入れたのはルカという巨大な戦力を失い焦っているからではと思うのです。それに比べ我々はグリーンヒル、ティントと大きな敗戦もなく勢力を広げました。時の勢いはこっちにあるってことか。リオ殿、今を逃せばハイランドは再び都市同盟の地を侵すでしょう。そうなれば兵力に格差のある我々に抑えることはできません。全軍がマチルダに集結している今こそこちらも全軍で打って出るべきです。騎士団を陥落させれば王国軍の領地はハイランド本土のみ。シュ、まさか。敵が体勢を整える前に一気にハイランド本土へ攻め入ります。行きましょう、リオ殿。私はもうゴルドを許すことができません。兵力の差など吹き飛ばしてみせます。マイクロトフに同じく。行こうぜ、リオ。リオ、リオ殿。僕は自分の信じた道を、信じたことを貫くために、そしてこの戦いを終わらせるために全力で戦う。みんな行こう。進め、我が青騎士団よ。我らの汚名を晴らすのだ。続け、赤騎士団の諸君。まあなるようになるさ。長かったな。この戦いに終わりはないんじゃないかって正直思っちまった。ああ、でもこうなってみりゃかえって気が楽だ。マチルダで一戦、それで肩がつくんだからな。お願いだから今度は戦いの後行方不明なんてやめてちょうだいよ。だってよ、フリック。お前がな。それではリオ殿、全軍にご命令を。マチルダへ進軍。そして行こう、ハイランドへ。我らに勝利を。我らに勝利を。失礼します、ジョイ様。新同盟軍がマチルダへ向かっているそうです。そうか、クルガン。ではこちらも兵を出してくれ。ジョイ様、お顔の色が優れませんが。僕は大丈夫だ。それより頼んだよ。かしこまりました。獣の紋章の力が増している。このままでは抑えきれない。あれがロックアックス城。おーおー、堂々とハイランドの旗なんか翻しやがって。岩山を背後に構える城だ。前後を挟んで攻め落とすのは不可能だからって真っ向からぶつかるってのもな。どうするんだ、州の旦那。騎馬隊と歩兵2体は
城手前の草原に展開。敵が撃って出たら引きつけながら後退させる。陽動作戦ですね。私たちは攻撃の第二波だ。山伝いの森を先行し、敵の本体を離したら城を攻め、城門を突破。そして城に我が神道明軍の旗をあげる。僕たちの旗は？王国軍は力で騎士団を押さえつけていますが、その支配は脆い。城に神道明軍の旗が翻れば、騎士団は城が落ちたと思い戦意をなくすでしょう。そうなればハイランドと我々の戦力は五分。うまくいけば騎士団を寝返らせることができます。そうか。シュウ、城の中へは僕が行くよ。リオ、ダメだよリオ、一番危険な任務じゃない。でもナナミ、僕が行くのが一番いいんだ。はい。敵の象徴を我が軍の象徴であるリオ殿が破壊する。これほど効果的なことはありません。でもリオにもしものことがあったら。みんな守りたいもののために命を懸けて戦うんだ。だから僕も命を懸ける。じゃあ私も行く。ナナミ、だって私もリオのこと守りたいんだもん。ダメなんて言わせないから。危なくなったら絶対無理しないって約束できる？うん、絶対だよ。お姉ちゃんがリオに嘘言ったことあった？分かったよ。じゃあシュ、みんな行ってきます。お気をつけて。はっ！命をかけさせるつもりはないな。さてビクトール、フリック、お前たちにはありったけの敵を引きつけてもらおう。やけにあっさり行かせたと思ったら。そんなこったろうと思ったぜ。全軍作戦開始。静かだねリオ。みんな外の戦いに出ちゃったのかな。急いで旗をあげよう。外のみんなもそれで助かるんだ。そうはさせない。上位リオ、ここから先へ君を行かせるわけにはいかない。どうして僕がここにいるって？僕の黒き刃の紋章と君の輝く盾の紋章は対の存在。紋章を通して君のことは全部わかってるんだ。引き返してくれ。さもないとこの紋章の力で君を倒さなくてはならない。そんなのダメだよ。どうしてリオとジョイが戦わなくちゃいけないの？どうしてジョイは休戦条約を結ばなかったの？そうすれば戦いは終わったのに。僕もこの戦いをずっと終わらせたいって思ってたよ。だったらダメなんだ。休戦なんかじゃ戦いは終わらない。この地に戦いのない世界を築く方法は二つの勢力をまとめて一つの国を作り上げることなんだ。リオ、ジョーストンの球場会議を覚えているかい？うん、覚えてる。あの時僕の心に大きな疑問が生まれた。肩を寄せ合って何とか成り立っている都市同盟でさえも争いや嫉妬、反目が渦巻いていた。同盟なんて何の役にも立たない。必要なのはそれを一つに束ねる強大な力。分かってくれ。分かんないよ。喧嘩しないで、お願い、お願いだから。ナナミ、ダメなんだ。僕たちは、僕はもう。ジョイ、どうしたの？
なんでもない。だって顔色悪いよ。なんでもないよ。こちらです、ゴルド様。お急ぎください。新同盟軍の兵がすぐそこまで迫っております。ん、待て、あそこにいるのは。あれは皇后様。あんなところで何を。もう一人は新同盟軍のリーダーリオではないか。これはまたとない絶好の機会だな。話は終わりだ、リオ。あとは決着を。ダメだよ、二人とも。やめて。ジョイ、僕は。では私が代わりに二人まとめてとどめを刺してやる。お前は。ゴルド、一体何を。ここで貴様らを倒せば、この地もハイランドもいずれわしのものにできる。この機を逃してなるものか。ですが、ゴルド様。え、命令だ。はい。矢を放て。危ない、リオ、ジョイ。ナナミ。クソ小娘、邪魔をしよって。これと貴様、お許しを。お前たち、私を置いて。我が黒き刃の紋章よ、その力を示せ。貪欲なる友。うわ、なんだ今の俺は。リオに何かあったのかもしれん。行くぞ。はっ。ナナミ、しっかりして。ナナミ。リオ、ゾイ。喋るな、ナナミ。今医者を。ナナミの嘘つき、無理しないって約束したじゃないか。ごめん、失敗。私は大丈夫。でもね、リオ、ちょっとだけ私のこと、お姉ちゃんって呼んで。ナナミ。